楽しみにしてください。じゃあそれではね、ラストパフォーマンスもこれで以上というところで、はい、今日の上位3名様を発表していきたいなと思ってます。はい、今日の1位は生電話サンプルですよね。そうですよね。いや、やばいやばいやばい。じゃあ最後からね、順君から、はい、3位の方から発表をお願いします。はい、第3位はきママさん、おめでとう。これがすそして第2位の方はドゥルル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 ルそして1位の方にはこの後3分間ですよね、3分間の生電話をプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。そして、今1位のあやたんさんですね。あやたんさん、今公式のショールームの B シャフルのとこから、ダイレクトメッセージが来たもんで、それをチェックして、電話の方法を確認してください。よろしくします。お願いします。あやたん、そしてですよね、電車がみんなかなと思って、そうですよね、やっぱあるんですよね。もう多分家に到着して、やりとりから2000人いたんだね。わっしゃい、わっしゃい。いつもね、こうやってね、ファンの方々の愛情がね、僕たちも胸に感じられてますよね。はい、そうですよね。やっぱり、ね、ファンの人はね、離れてても心は繋がってるから。なんかさ、胸の行動がなんかさ、今日ショルモは最後じゃん。そうそうそう。でもショールームでは最後だけど、まだライブは残ってるけど、ショールームでは最後なんで、僕たちが最後の締めの時に、ちょっと半分風で再生したい。ああ、そうですよね。じゃあ、いいですよね。セボンのメンバーは、セボン風に、ちょっと待ってください。ちなみにみんなできる？できる？一緒に、みんなで一緒にやるか。そう。裏に出せ、一番最後にね。はい、一番最後に。日本風にやるやん。あ、本当？次の、次回の来年の発売配信は1月11日となってます。はい、ぜひ忘れずにチェックして、ご自身のショールームご覧になってください。はい、します。お願いします。じゃあそれではね、もう時間も迫ってきましたね。なんか寂しいですね、結構。まあでも、11日、1月11日にまたすぐ会えました。そして、もう会いたくてたまらない人は、明日あったやばしに来るんだな。ガンダム前か。よろしくお願いします。お願いします。それではね、一人ずつ今日の感想というか、今年の最後の挨拶して、その後にみんなで挨拶して締めにしましょう。はい、じゃあ牛君から。はい、皆さん本当に今日最後のショールーム、今年の最後のショールーム配信でたくさん見てくださって本当にありがとうございます。遅い時間まで本当に応援してくださって本当にありがとうございます。私これからも来年も続けてずっと上に行きますので、ずっと応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですよね、今日すごく楽しくライブ終わって、最後僕たちショールーム番組で今年の最後ですよね。そうですね、皆さんと一緒に過ごしてすごく幸せでした。来年も引き続き頑張るんで、ぜひ応援よろしくお願いします。よーさみだよー。はい、そうですね、今年2月からでしたっけ、そのショールーム番組が始まったのが、なんですが、その間の期間もものすごくたくさん、いろんなイベントや、ミッションなどもありましたし、新しく変わった B シャッフル、っていうのもありましたし、もう今年はもう本当にいろいろありすぎて、もう何から言えばいいか分かんないぐらいですけれども、まあ、その中でもショールーム放送をね、やっていって、僕たちの成長がちょっとあったのかなっていうのもすごく、こうやってギュミもジュノもミンスもものすごく日本語上達して、そうですね、もう
シュータ君、シュちゃんは、シュータ君は、まあ美味しくなったよね。そうですね。まあでもショールームのおかげでこうやってメンバーも喋れるようになって、ものすごくいい経験させてもらいました。来年からはまた、もっともっと、番組らしい、進行をしていって、もっともっと楽しい、番組にしていきますので、来年も見てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、ジュノです。今年2016年は本当に僕たちビッシャクにとって本当にいい成長をした1年じゃなかったかなと思ってます。本当にね、いつも支えてくださった、くださってるスタッフの方々、そしていつも僕たちに最大の愛情、たくさん愛してくださってるファンの皆さん、そしてね、いつもね、韓国やいろんなみんなの地元にいらっしゃるメンバーの家族の皆さん、本当にね、今年もたくさんの応援ありがとうございました。来年もね、僕たち B シャフルね、皆さんがびっくりするくらいたくさん成長していきたいと思いますので、新生 B シャフルを楽しみにしてください。では来年も引き続き応援よろしくお願いします。ちゅうのでした。今年ありがとうございました。はい、今年は B シャフルにとってすごく大事な年になりまして、たくさんの僕たちの夢も叶いましたし、そして無料ゼップツアーもできて、本当に夢が叶った年でした。来年も、今まで応援してくれてた皆さん、そして2016年から、僕たちのことを知って応援してくださった皆さん、そして来年はもっとその数を増やして即ズワモに、皆さんを集めていきたいと思いますんで、よえ、できるか分かんないけど、できると思う。できるよ。君たちとなら一緒にどこまでも行けると思う。どこでも行けるはずさ、願うなら、ね、歌詞の通り、僕たちについてくれば心配なさということで、来年も駆け抜けていきましょう。よよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではじゃあ、それではね、日本人メンバー日本式で、そうそう、歌う子たちで挨拶してから、うん、最後ね。そうですよね。韓国のチームは韓国の風でお願いします。じゃあ、はい、じゃあ挨拶して、日本人メンバーから締め挨拶して、最後3人で、そうだ、無視して行きましょう。今年も一年ありがとう。